日本版のライドシェアが7日から仙台市でもスタートしました。初めての週末は合わせて25件程度の予約がありました。日本版のライドシェアはタクシー会社が雇用する一般ドライバーが専用アプリを通じて予約を受け、自家用車などで客を運ぶ仕組みです。仙台市では金曜の午後4時台から午後7時台、土曜の午前0時台から午前3時台までに限って解禁されました。こちらの車では、普段はタクシーを運転する運転手がハンドルを握りましたが、予約が入らないまま時間だけが過ぎていきました。一応5時ぐらいには一人が乗るんだろうなと思った。まさかここまでそんなに乗らないと思わなかった。結局、初日の夕方は終了まで予約は入りませんでした。まだ始まったばっかりなので、どういったものか分かんないので、ちょっと疲れました。一方、多いところでは10件を超える利用があった会社もあり、KHB の調べでは7日と8日で合わせて25件ほどの利用があったとみられます。東北運輸局の担当者は、利用者がいたのは制度が役に立った結果でよかった。引き続き安全第一で取り組みたいとしています。